はい。えー、お疲れ様でございます。11月24日、朝6時の相場解説、デイリーを見ていますけども、今回はですね、テクニカルが非常によく働いてるなってことを再確認しまして、ちょっとほっとしてるところがありますよね。で、と同時にですね、円安傾向にある自分の思考を改めて、これ円高の方にも進みうるなっていうことをそろそろ切り替えていかないといけないかなと思います。まあ、昨日まで先入観として、結局は迷った時は、 円安の方に考えておけばいいかなと思ったんですけどもそうとばかり言われないなと思いました現実今もう139円に入ってしまいましてもう150円っていうのはねもうあまり考えないようになりましたねまあ142円143円っていうところはありえるんで昨日も142円は一時的にマークしたんですけども結局その反動が来て今139円になっているところを考えたらますます円高の方に触れていくのかなと。 で、懐かしいこの3本のラインがまた復活するときは来るんではなかろうかと思っております。じゃあ、デイリーの方なんですが、大きく CPI が動きまして、その後上昇で半値戻し3分の1戻しちゃうんだけども、でも結局はトレンドがこっちの方に向かっていってるってことですよね。ですので今後は円高の方向も考えていかないといけないなっていうのが、この冷やしで感じるところでございます。もちろん週足っていうのはね、あの例のフラクタル付け。 こちらの方がまだあるんではないかなってことを感じさせますけどももしかしたらフラクタルもこれで終わりでですね今度は円高の方向に進むという考え方もこの冷やしからするとちょっとね思考に入れていかないといけない分岐点になりますで今度は4時間なんですけども4時間を見ていくと何がわかるかと言いますとレンジが大きく引けててるなってことですよね4時間でのレンジってのはここにあったわけなんですがそこに戻ってきたってことが言えるんですよね 一旦こちらの方で新しいレンジを作っていくのかなと思ったんですけどもそうともいかずに今あこちらの元使っていたレンジの方に戻ってきたってことになります、まあ、ですんでこれを見てもですねこの辺りにもう空間がでできちゃってるんですよだからしばらくはこれ円安の方向には戻ってこないんではなかろうかと思います逆にここにいる間ってのはずっとぽっかりしてるんで円高の方向には戻らないようにって先入観があったわけですよ で、それがこの cpi の変動値によって大きく変わったってところ、これは認めないといけない。現実かなと上に行こうと思っても、ここに弾かれて下に行くわけですよ。で、ここでもずっとこっちの方に行かなかったわけですからで、こういうところで弾かれて結局上の方に行ったっていう現実がありますから、これがね。今入れ替わりつつあるっていうことなんですよね。4時間ではそういうことが見えてきました。はい、じゃあ1時間を見ていきましょう。 はい、えー、1時間でございますけどもこれはねオリガルヒの皆様にはお伝えしたことなんですけども昨日ここでレンジを設定したわけでしょそのレンジからブレイクアウトしてこのヒゲ先を抜けた時に同じようにここでもエントリーができたわけなんですけども当然私は寝ていましたんでこんなことできるわけもなくグーッと下がっていったその後で NG を書いてさらに落ちていくところがあってもう一回 NG を書いてさらに落ちていくところがだんだん予見されていくところかなと思いますそれが今日の傾向ですよ今日はあまたさらにね 円高の方向に進むために139円台は変わらないかもしれませんけども場合によっては138円の965こちらの方を見ることになるかもしれないなというふうな先入観を抱きながらこのチャートを見てるっていうことでございますうんねあっという間に展開変わりましたね で、こちらのもじゃもじゃがありますけども、そのもじゃもじゃとここの NG のところが一致しているのと、さらに、このもじゃもじゃのところと、この新しい NG が一致しているところ。これもね、軽く見ておきましょう。ということなので、今日は木曜日、円高の方向に進むんではなかろうかということを腹見ながら、戻り売りを警戒して、えー、相場の方を見ていきたいと思います。セルの方でエントリーする可能性は大いにあります。それではまた引き続き、今日の追加放送お待ちください。お疲れ様です。